こんにちは、エルです。今回は今のスライスを習得するための、ステップっていうテーマで、お話をしていこうかなと思います。まあ、過去にですね、最上級者用スライスみたいなバックハンドスライスっていう動画を上げたんですけども、その最上級者用スライスをちょっと俺も打ちたいな、私も打ってみたいなと思う方がいると思うんですよね。で、そういう方っていうのは、どういうステップを踏めば今の打ち方ができるのかっていうところを、今回の動画解説していこうかなと思います。一つ一つ丁寧に、クリアしていって、階段を一歩ずつ登っていくように、していただければと思います。まずですね、やっていただきたい、ステップがあって、まずは一番簡単バージョンです。簡単バージョンっていうのは、スライスっていうのは基本的に、まあ、上からちょん切るというよりは、やや上向きの面でボールをこう水平に動かせばスライスで勝手にかかるんですよね。ちょっと実際ラケットだけやや上向きっていうのが正直ちょっと言葉で言えないですよね。45度とも言えないし90度でもないし、だからどんぐらいかな、これぐらいはい、まあ、ちょっとちょうどいいとこ見つけられて、少し上向いた面が地面に対して水平に動くと、これスライスですね。スライスになった時にやっとしないのは、上からこう切るようなちょん切るような感じだとカシャってなったりすると思うんで、まずはこの厚く当てて、やや上向きの面で水平に近い動きをして厚く当てて運ぶスライスができるようにしたい。でその上でステップ1がこれです。1、2、左手で、スロートを持った状態でラケットを丸ごと後ろに引きます。後ろに引くっていうのはこっちですとしたら丸ごと後ろに引きます。でこの時にもうすでにちょっと上向きの面を作っておいて、そこから肩を支点に、まあ、ブランコじゃないけど肩を支点に腕を前に動かして、少し上向きの面が水平に進むように動かしていただければ、ステップ1のスライス。でこれで当たりが熱い状態でスライスかかるんだなっていうのを知った上で、ステップ2に進みます。ステップ1が改めて、少し上向きの面を作ったら肩を支点に水平に運びます。やっちゃいけないのは肘の曲げ伸ばしだったり手首を動かしたりではなく、肘ロック、手首ロック、 L 字みたいな状態作ったら肩を支点に運べるかなが、ステップ1です。ステップ2は構え一緒、ボール当たった時も一緒、打ち終わりで放射線こっち、カメラ側に、そして今のは1、2で終わり、ただ水平に運んだだけでした。ステップ2は水平に運んでボールがラケットに当たったら、当たって飛んでった後にこうしていただきたい、こうしていただきたいっていうのは、ラケットの先が地面側に向いているような、この L 字、逆への字のこの状態で当たったらそのままこう抜きたいです。わざわざ付け加える感じでも最初は構わないので、ボールが当たりました、ラケットと下に向きました、ちょっとそう思いながら見ていただければ。ボールが当たったこの状態、ラケットとボールが当たった衝撃で肩が内旋させられた状態、この状態を作り出せるかなと思って、練習ができると思います。これっていうのは正直、本来は流れの中でするので、当たった後回すわけではないんですけども、当たった衝撃で回された、ちょっと少しだけ速くするので、速いバージョンも見ていただける。速いバージョンっていうのは腕の振りが速いバージョン、最初はわざとらしくてでも構わないので、水平に当てに行った後こっちに抜けるかなっていうのを練習できると思います。でその時に注意点があって、これも最初から最後までずっと注意点なので、伝えていくと、最初体がコート左向いててボールが当たった、でその後こうしてほしいんですけど、これっていうのは左に向いた背中側に腕を引いた状態、これ今、体の左から右に動かしたのがステップ1、体の左から右、右腕を体の左から右に動かしただけだったんですけども、ステップ2は左から右に動かした後背中に行きます。
左から右背中、折れず。こっち、そして体の左側、左側から、まあ、左腰のあたりに右手首があって、そこから運んこの右側に運んだのがステップ1だった。ステップ2は右側に運んだと思ったら当たったと背中に振ります。体の左、右、背中と思って見ていただければ。で、これでよくあるのがこれ。1、2、3、体がこうと左向いたまんま背中に振りたいのに、体が前向きながらこうなりそうです。これが正解、これが間違い、間違いこうなります。ちょっとボールがネットしちゃったのはわざとじゃないんですけども、そういう風になる方いると思うので、気をつけていただければと思います。じゃあ、それができた、それができたっていう方は、ステップ3ですね。ステップ3っていうのはバックハンドスライスもしくはバックハンドボレーっていうのは重みを利用したいので、重みをうまく利用したいのでこういうのをしたいですよね。これ今、これ今グリップを下に落とすとラケットが上がってきました。このテコの原理を使ってラケット面を起こしてあげると厚い当たりの強いスライスが出るので、これを利用したい。でその時にじゃあ次やりたいのが、今1、2、3だったんですけども、この1の時にこうしたい。これ今左のこの手のこの部分にフレームを乗せてます。でラケットのフレームが左の肘の折れ目にタッチしている状態で、グリップが前向いてます。今からボール打とうかなっていうふうにグリップの裏を向けていただいて、グリップを向けた状態から腕を下ろすと面が起き上がってくるので、1、2で、ここでボールが当たった当たったとこっちに来たい。これ一緒です。1、2、当たった衝撃で背中に行った、じゃそう思いながら見ていただければ。今みたいに最初はまず熱い当たりで当てるっていうのが最初目的としてやってほしいので、これが変にね1、3ってやっちゃうと切っちゃうのでこうなります。あれです、熱い当たりで当てるのは大前提。ステップ1の少し上向きのまま水平に振ってくださいねっていう当て心地はずっと変えないでいただきたいので、このイメージは持っていただきたい。この構えから熱くちゃんと当てて、当てた後背中、でこれを最初は今みたいに止めて構わない、1、2で止めて3ってわざわざ言っても構わないんですけど、慣れてきたらこれをきれいにつなげます。そうなると、こんな感じのスライスになります。じゃあこのステップ3ができた、ステップ3ができたら、次やっていただきたいのはこの構え。これちょっと難しいのでここから急に難易度上がるんですけども、頑張っていただければと思います。これ今、何をしているかというと、後ろから見た時に頭の後ろあたりに左の手が来るかな、左の手、このスロートはしっかり持った上で左の手が頭の後ろに来た。でそうなるとこんな感じで両方の肘が曲がってて、ラケットがこのなんですね、頭の後ろというかコート右側にラケットがはみ出ると思います。でこれが1、これ1、ここからここからこう行きたいんですけど、こう行きたいんだけどちょっと番号にですね、このまま1、2って終わっちゃうと結局ちょん切ったスライスになっちゃいます。ちょっと間違えます。おそらくスライス慣れてない方はこうなるはずなので、こうならないようにしたいのが、1の後に左の手は持ったままで構わないので、こっちに、そして1、2、3、4ってしたい。さっきやったテコの原理っていうのはこれ、このテコの原理、ステップ3のテコの原理はより
なんですかね、このテコの原理の感覚をつかみやすくするためにやったんですけども、これ、あの左手持ったままでもできなくないですよね。だけど、最初は慣れてない方はこっちから行きたいので、こっちから練習したいんですけど、1で構えた後に、グリップを出すように、グリップをボール側に向きをするとラケットは寝てきます。で、寝たラケットが起きて当たって、飛んでった後背中に行った。打球面で言うと、前向き、上向き、前向き、前向き。1、2、3、4っていう流れです。ちょっとそう思いながら、見ていただけると。ゆっくり。これちょっと大げさです。こんな大げさにはしないんですけど、本当は。でちょっと今のちょっと早く言います。しっかり振ります。あ、もう一回いきます。コートに入れること全然考えない。で、これ、まあ、僕がよく試合でやってるので、まあちょっと、なんだろう。本当に試合できるの、あ、試合、うん、本当にできるのかなって思っている方は僕の試合を見ていただきたいんですけども、とりあえずベースラインから今近い距離だからできるんじゃないと思った方もいると思うんですよね。で、前にもちょっとちらっと言ったんですけど、最上級シェアスライスは自分でセルフでこう出してやるのってめちゃくちゃ難しいですよ。本来はこれ1、2、3、4ってこんな大げさじゃないですよって言った理由としては、セルフだったらこれぐらいにしたいですよ。なんでかというとボールが来ないんですよ。本来ボールが来てる場合っていうのは、このテコの原理の動き、これ肩の回転ですね、これもそんなになくても相手のボールが来てくれてるんで打てるんですけども、自分で練習するときは多分難しいので、自分で練習するなら今の動きを少し大げさにやった方がいいです。ちょっともう一回大げさバージョンの、ゆっくりします。かなり大げさです。で、まあ、早く言います、まあ、ベースラインでセルフでこれができるんだったらもう習得していると思ってもいいです。ちょっとね、ぜひね、この最上級シェアスライス、初心者の方にできるかちょっと分かんない、初心者の方じゃないけど初級者ぐらいのの方であればこのスライスはできるので、本当の初心者の方はね、もっと簡単なやつを伝えるんですけども、スライスちょっとかっこよく打ちたいなとか、キレのあるスライス打ちたいなとか、何が来るか分かんないような、そんなスライス打ちたいなと思う方は参考にしていただけると思います、ね、これ打点が一応低くてもそんな変わらないので、打点がじゃあ腰とか膝とかの高さだとしても今やったのを小さくするので、そう思ってみていただければ。っていう感じでした。まあ、最上級シェアスライス、ぜひ身につけたいぜっていう方は、今回のステップ1、ラケット面がやや上向きで、地面に対して水平に振るような、まずは当て心地をきれいに当てれるかな。この当て心地が分かったら、当てた後背中に行きましょう。当てた後背中。それができたら、テコの原理を使って当てた後背中。それができたら、上から落ちた勢いで、ちょっとしたテコの原理使って背中。っていうような、まあそういうステップでした。まあ一応ですね、いつだ体前向けるのと思う方もいるかもしれないんで、一応言うと、さっき言ったようによくある間違いっていうのは、こうやって前を向きながら、前向いた右に振る方結構いるんですよ。こうなっちゃう。じゃなくて、背中に振った後、背中に振った腕に体が後から回されたい。この流れを作れるかなと思って、練習ができると思います。じゃあ、そんな感じで、今回の動画終わります。最上級者用スライス、ぜひ身につけていただいて、君のスライスかっこいいね、みたいな。そんな感じで、言われるように、頑張っていただければと思います。じゃあ、そんな感じで、今回の動画終わります。また次の動画で、お会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。毎日ですね、音声配信で、ボイシー、スタンド FM、
で X の方も更新していますので、ぜひそちらの方も、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて、改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。